そしてあここはちょっとスリップしてしまいました。ボールを取られます。最後はレイアップから背番号7番をつけました坂田。アルキタもリバウンドも2桁。外から坂田のスリーポイント、来た。坂田のスリーポイント、81対75。アセルカ姫、ここでオフィシャルタイムアウト、90秒のオフィシャルタイムアウトが取られます。青森、外から坂田のスリーポイント来ました。内田、これはナルシスとブロックだ。もうエクストラパスナルシスがこの長い腕を伸ばしていきました。さあここは坂田が中に切り込んでいってレイアップ。呼び寄せるヘイモンド、谷とのマッチアップ、そしてクイックシュートは決めていった。坂田当たる。献身的な活躍を見せた長谷川のディフェンス、オフェンスにも注目です。ここを放ってスリーポイント坂田。今日はですからまかないのスリーを生かすようにここまでオフェンスをクリエイトしています。ここは愛媛坂田がやり返すようにスリーポイントを沈めました。さあボールムーブからフリーになっている坂田。今日は水色のユニフォーム、サードユニフォームを着て試合に臨んでいるホーム愛媛。坂田のスリーが収まる。沈めていきました、ガッツポーズ。激しく突きながらですが坂田、今度はリング下。ユージン・フェルプスは相対1の坂田だ。今日はスリーをどんどん打っていく。4点差としています。先ほどフリースローを打っていたマーケル、新加入のスパイクス、こちらは坂田がドライブしていく。スリーポイントの次はリングに向かっていく姿勢。自分たちのミスを減らすということ両チーム大事になってきます。坂田は正面打っていく、タフなショット、ジャンパー決めていきました。バンクショット、奥田、金本、そして坂田。さあ坂田のコーナー3決まりました。金本コーナーから坂田のスリーポイント来ました。今度は愛媛がしっかりと抑えていきます。愛媛はさあここは一気に攻め上がってきます。一気に来ます。後ろで2人待っていましたが、さあスリーポイントシュート決まりました。サイドから7番の坂田です。都市の仕掛ける、フルノからスクリーンはフェルプス、左のコーナーからスリーポイント、早いパス回し、7番の坂田のスリーポイント。その思いが強い中、スパイクスがシュート放ち、スパイクスのリバウンドから坂田のウィングスリーが決まりました。坂田当たる。星野はパスせず坂田に振った、ここを決め抜いた、スリーポイント坂田。そうだ、さあこれスイッチから、そこを飛ばして坂田ワイドオープン、スリーだ。愛媛今日2本目のスリー、坂田の1本目のスリーが飛び出しました。